X ウィンドウシステムプロトコルとアーキテクチャ。X ウィンドウシステム X11X はネットワーク等かなビットマップディスプレイ用ウィンドウシステムである。本項目は X11 のプロトコルと技術的構造の詳細を解説する。X はクライアントサーバーモデルに基づいている。X サーバープログラムはグラフィックディスプレイのあるコンピュータ上で動作し、各種 クライアントプログラムと通信する。サーバはグラフィカルな出力、ウィンドウの要求を受け付け、キーボードやマウスのユーザー入力をクライアントに送信する。X ではサーバがユーザーの使っているマシン上で動作し、クライアントは他のマシンでも動作できる。これは一般的なクライアントサーバーモデルとは逆であり、X を新たに使おうとする人は、 この逆転に戸惑うことが多い。X の用語はエンドユーザーやハードウェアよりもプログラムの観点を用している。遠隔にあるプログラムはローカルなマシン上で動作する X サーバのディスプレイと接続しクライアントとして機能する。ローカルな X ディスプレイは入っているトラフィックを受け付けるのでサーバとして機能する。サーバとクライアント間の通信プロトコルは透過性を 実現している。クライアントとサーバは同じマシン上でも動作できるし、異なったマシン上でも動作できる。それらマシンのアーキテクチャやオペレーティングシステムの際は問題にならない。クライアントとサーバ間の通信をインターネット上で行う場合、暗号化されたコネクション上でトンネリングすることでコンピュータセキュリティを確保できる。ボップ・シャイファラーとジム・デティスは設計にあたって X の基本原則を以下のように定めた。シャイファラー、ゲティス1996。先頭の原則は、X11 の設計中に、具体的アプリケーションがそれを必要としていることを知っている場合に限って、新たな機能を追加せように修正された。X は、大体において、これらの原則に従ってきた。 リファレンス実装は拡張性と改良を視野に入れて開発されており、1987年当時のプロトコルとほぼ完全な互換性を維持している。サーバとクライアント間の通信は、ネットワーク経路上でパケットを交換することでなされる。コネクション確率は、クライアント側から先にパケットを送ることでなされる。サーバは、コネクション確率について受理。 または拒否のパケットを送り返すか、さらなる認証を求めるパケットを送る。コネクションが受理された場合、受理パケットにはクライアントがその後のサーバーとのやり取りで必要とするデータが含まれている。コネクション確立後、クライアントとサーバーの間で以下の4種類のパケットがやり取りされる。X サーバーは基本的なサービス群を提供する。クライアントはサーバーとのやり取りによって、 より複雑な機能を実現する。他のグラフィカルユーザーインターフェースで、ウィンドウと呼ばれるものは、X ウィンドウシステムでは、トップレベルウィンドウと呼ばれる。ウィンドウは、他のウィンドウの中にあるウィンドウも含めた用語である、親ウィンドウと子ウィンドウ。ボタン、メニュー、アイコンといったグラフィカルな要素もすべてウィンドウを使って実現される。ウィンドウは常に、 親ウィンドウの子ウィンドウとして生成される。このため、ウィンドウ群は木のような階層を形成する。この階層構造の根に当たるウィンドウをルートウィンドウと呼び、サーバが自動的に生成する。トップレベルウィンドウは、ルートウィンドウの直接の子ウィンドウである。見た目では、ルートウィンドウは画面と同じ大きさで、すべてのウィンドウの背後にある。ウィンドウ。 フォントなどに関する全てのデータはサーバに格納される。クライアントはそれらオブジェクトの識別子を知っている。識別子は整数であり、サーバとやり取りする際のオブジェクトを指定する名前の役割を果たす。例えば、クライアントがウィンドウを生成したい場合、サーバに対して識別子を指定して、ウィンドウ生成を要求する。 サーバーウィンドウを生成すると、それを指定された識別子と結びつける。この識別子はその後のクライアントからの要求に使われる。例えば、そのウィンドウに文字列を描画する場合など、識別子はサーバー上で1位であり、クライアント間でも重ならない。二つの異なるクライアントが作成したウィンドウであっても、二つのウィンドウが同じ識別子を持つことはない。クライアントは、 自身が生成したオブジェクトでなくとも識別さえ知っていればそのオブジェクトにアクセスできる。各ウィンドウには事前定義された属性群とプロパティ群があり、それらはすべてサーバに格納されていて、クライアントは適切な要求によってそれらにアクセスできる。属性とは大きさ、位置、背景色などのウィンドウに関するデータである。プロパティとは ウィンドウに付加されたデータである。属性とは異なり、プロパティは X ウィンドウシステム、コアプロトコルのレベルでは何の意味も持たない。クライアントは任意のデータをウィンドウのプロパティに格納できる。プロパティには名前と型と値がある。命令型プログラミング言語における変数に似ていて、アプリケーションは新たなプロパティを生成するときに名前と型を指定し、 値を格納できる。プロパティはウィンドウごとにあるので、各ウィンドウに同じ名前のプロパティがある場合、型と値はそれぞれ異なる。プロパティは、クライアント間通信で主に使われる。例えば、コディチェ1という名前のプロパティは、ウィンドウの名前を格納するのに使われる。ウィンドウマネージャーはこのプロパティを読んで、そのウィンドウの上辺に名前を表示する。 ウィンドウのプロパティ群はコディチェにプログラムを使って表示できる。特にコディチェ3とすれば X リソースを含むルートウィンドウのプロパティが表示される。イベントとはサーバからクライアントに送信されるパケットでクライアントが関心を持つ可能性のある事象を通知する。クライアントはサーバに対して別のクライアントにイベントを送信するよう要,要求でき、これを使って クライアント間通信がなされる。例えば、あるクライアントが現在選択されているテキストを要求する場合、選択が行われているウィンドウを制御しているクライアントにイベントが送信される。ウィンドウの内容は状況によって破壊されることがある。例えば、別のウィンドウの影になった場合、破壊された内容を見えるようにするため、サーバはコディチ4イベントをクライアントに送。 クライアントに、ウィンドウの再描画の必要があることを知らせる。他には、キーボードやマウスからの入力を知らせる、イベント、新たなウィンドウの生成を知らせるイベントなどがある。ある種のイベントは常に、クライアントに送られるが、ほとんどのイベントはクライアントが、事前に指定していないと送信されない。例えば、キーボード入力しか受け付けないクライアントは、キーボードに関するイベントのみを指定し、 マウスに関するイベントは指定しないといったことが考えられる。XWindow システムでの色の扱い方はユーザーを混乱させることがあり、歴史的経緯からいくつかの異なるモードをサポートしている。多くのアプリケーションはトルーカラー24ビットで赤、緑、青がそれぞれ8ビットを使用するが、 古いアプリケーションや特殊なアプリケーションは異なる色モードを要求することがある。特に商用の特殊アプリケーションは、素ドカラーを使用する。X11 プロトコルでは、色は32ビットの符号なし整数で表され、これをピクセル値と呼ぶ。原色の強さを指定する場合は、それぞれの色成分を16ビット整数で表す。色の表現には、以下のモードがあるが、 あるディスプレイ機器でこれらが全てサポートされているとは限らない。クライアントプログラムの多くはザリブというクライアント用ライブラリを経由してサーバーと通信する。さらに多くの場合ザリブを直接使うのではなくモチーフ、GTK、QT といったライブラリを使う。XWindow システム、Core Protocol はクライアント間の通信機構として プロパティとイベントを提供しており、特にクライアント間のメッセージイベントがある。しかし、そのやり取りを規定するプロトコルは存在しない。そのようなプロトコルは個別のクライアント間、通信規定で扱われる。インター、クライアントコミュニケーション・カンベンションスマニュアルは、セレクションによる、そのようなデータ交換のプロトコルとウィンドウマネージャーと、アプリケーションのやり取りを規定している。しかし、 この仕様には混乱があり理解するのが困難と言われてきたアプリケーションのルックフィールド通信の一貫性は一般にデスクトップ環境を指定してプログラミングする子で保たれる。インター・クライアントエクスチェンジプロトコルはクライアント間のやり取りのためのプロトコル構築のフレームワークとなりこれを使って特定のプロトコルを構築できる。 例えば、X セッションマネージャープロトコルは i イ e に基づく、プロトコルで、X セッションマネージャー、口述とアプリケーション間のやり取りを規定している。より新しい規定として、f REEDESKTOP.org による使用群がある。これには、XDND、ドラッグドロップ規定、人道あるアプリケーションを別のアプリケーションのコウィンドウして、 動作させる際の詳細な規定などがある。セレクション、カットバッファ、ドラッグドロップはユーザーが X ウィンドウシステムでウィンドウからウィンドウにデータを転送する他の機構である。セレクションとカットバッファは一般にユーザーがウィンドウ内のテキストなどの何らかのデータを選択し、それを他のウィンドウに貼り付けるのに使われる。ドラッグドロップはユーザーが ウィンドウ内の何かを選択し、選択したものの上でマウスをクリックし、それを他のウィンドウにドラッグするという場合に使われる。二つのウィンドウはそれぞれ独立した別々のアプリケーションが制御しているので、X サーバに接続された二つのクライアントが相互にやり取りしないとデータ転送できない。X ウィンドウシステムコアプロトコルは、 セレクションの交換に対応した要求やイベントを用意しているが、転送自体はクライアント同士のイベント送信とウィンドウプロパティで実現され、これはセレクションの転送に限った話ではない。クライアント間で転送されるデータには様々なものがある。テキストであることが多いが、ピクスマップや数値やオブジェクトのリストなどもある。 セレクションとドラッグドロップは能動的機構である。あるウィンドウ上でテキストを選択した場合、そのウィンドウを制御しているクライアントがデータを要求しているアプリケーションにデータを転送するプロトコルを能動的にサポートしていなければならない。対照的にカットバッファは受動的機構である。ユーザーがテキストを選択した場合、その内容はカットバッファに転送され、 元のウィンドウを制御していたアプリケーションが終了して、ウィンドウが消えても、カットバッファー内の内容は残る。ウィンドウマネージャーは、ウィンドウの全体的見た目や他の GUI 要素を制御する。X ウィンドウシステムが使用されているマシンごとに、異なる見た目となるのは、主に、ウィンドウマネージャーが違うためか、あるいはウィンドウマネージャーの設定が異なるためである。ウィンドウマネージャーは、 ウィンドウの位置決め、ウィンドウ周囲の装飾の配置、アイコンの処理、特定キーストロークの処理、例えば a LT 回4号化でウィンドウをアイコン化するなどとい処理をする。X サーバから見れば、ウィンドウマネージャーも通常のクライアントと違いはない。初期の位置決めや周囲の装飾の配置は、ウィンドウマネージャーによる以下のような要求で制御される。ウィンドウマネージャーは、 1> 第1の要求を使ってトップレベルウィンドウ、ルートウィンドウのコウィンドウの表示要求をインターセプトする。他のアプリケーションがトップレベルウィンドウの表示を要求するとサーバーは表示する前にウィンドウマネージャーにイベントを送る。多くのウィンドウマネージャーは、で、ペリノーティングウィンドウマネージャーと呼ばれ、フレームウィンドウと呼ばれる大きなトップレベルウィンドウを生成し、 本来のウィンドウをその子ウィンドウとして表示する。画面上はフレームウィンドウの内側に本来のウィンドウが表示される。フレームウィンドウは若干大きいので周辺部分は元のウィンドウで覆われない。この部分が周囲の装飾、ボーダーやタイトルバーの表示に使われる。ウィンドウマネージャーはフレームウィンドウでのマウスクリックを管理する。このためボーダー部分や タイトルバー部分でマウスをクリックしてドラッグすることで、ウィンドウを移動させたり、サイズを変更したりできる。ウィンドウマネージャーは、アイコンや関連する GUI 要素の制御も行う。アイコンという概念は、X ウィンドウシステム、コアプロトコルのレベルでは存在せず、ウィンドウマネージャーによって実装されている。例えば、ウィンドウをアイコン化するとき、 FVWM などのウィンドウマネージャーがウィンドウをアンマップし見えないようにしアイコン名のウィンドウともしあればアイコンの画像のウィンドウを生成するこのようにアイコンの制御は完全にウィンドウマネージャーが行っている中には全くアイコンを実装していないウィンドウマネージャーもある例えば WM2 にセッションの状態とは大まかに言えばある時点での デスクトップの状態、すなわち、ウィンドウ群の現在の内容の相対である。より正確に言えば、それらウィンドウ群を管理しているアプリケーションと、それらアプリケーションが要求された時に、ウィンドウの状態を復元するのに必要とする情報の集まりである。X セッションマネージャーとは、セッションの状態を保存し復元するプログラムである。セッションマネージャーを使うと何ができるかというと、 ログアウトして再びログインした時にログアウト前と全く同じウィンドウ群が表示されるという効果がわかりやすい。このためセッションマネージャーはログアウト時点の動作中アプリケーションの名前を記録しておき再度ログインした際にそれらを再開させる。各アプリケーションの状態も復元するにはアプリケーション自体が実行状態をセッションマネージャーの要求に応じて保存し 再開時に復元できるようになっている必要がある。x ウィンドウシステムにはデフォルトのセッションマネージャーとしてコディチェ5がある。他のセッションマネージャーとしては、例えば KDE のデフォルトのセッションマネージャーであるコディチェ6などがある。X ディスプレイマネージャーは x ウィンドウシステムのグラフィカルなログインプロンプトを表示するプログラムである。それだけでなく、 X ディスプレイマネージャーは、ローカルのコンピュータ上でつ、以上の X サーバーを起動し、遠隔にあるコンピュータで動作する、X クライアントからのコネクション要求を受信する。ローカルなサーバは、ディスプレイマネージャーによって起動され、相互に接続し、ログイン画面を表示する。遠隔のサーバは、ディスプレイマネージャーとは、独立して起動され、ディスプレイマネージャーと接続する。この場合、 ディスプレイマネージャーは一種のグラフィカルなテルネットサーバのように働く。X サーバがディスプレイマネージャーと接続することでセッションが開始される。この時、このセッションで実行されるプログラムはディスプレイマネージャーの動作しているコンピュータ上で動作するが入出力は X サーバの動作するコンピュータ上で行われる。そしてユーザーはその X サーバの動作する遠隔のコンピュータを 使っている。XDM は x ウィンドウシステムの基本のディスプレイマネージャーである。他のディスプレイマネージャーとしては GNOME ディスプレイマネージャー、KDE ディスプレイマネージャーなどがある。初期の X 向けウィジェットツールキットとしては ZOA、ARET、ZABE、m o t i f TK などがある。ARET と ZABE は3マイクロシステムズの かつてのデスクトップ環境をパンウィンドウスのベースとなっている。モチーフは、コモンデスクトップエンバイロメントのベースとなっており、ソラリス、X、HPUX といった商用ユニックスのデスクトップ環境として使われていた。比較的新しいツールキットとしては、QT、KDE、GTK、GNOME、w a x w i g e t s FLTK などがある。 X サーバは単純だが、拡張可能となるよう設計された。そのため、プロトコルに対して様々な機能拡張がなされている。プロトコルレベルでは、拡張は要求、イベント、エラーのパケットの新たな型として認識される。クライアントのアプリケーションは拡張ライブラリを通して、拡張機能にアクセスできる。X サーバ実装への拡張の追加は、サーバが モジュール設計になっていないため難しいと言われている。XCB プロジェクトの長期目標の一つとして XML によるプロトコル記述から拡張機能のクラウント側とサーバー側のコードを自動生成するというものがある。以下はこれまで開発された拡張の一部である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。